炎翔。炎翔、炎翔。1906年11月13日から1946年6月20日は、満州国の皇后。清史最後の皇帝、戦闘帝にして、満州国皇帝。安の理帝の愛心格羅不義の聖妃。実家のせいからゴベール、格布寺皇后とも呼ばれる。1906年、満州貴人のゴベール氏、ゴブはほら。 各布南寺、各フラ、各広し六の境源、ずんゆわん、じの娘として、北京で生まれる。義の詩人、草食の、から炎陽と名付けられ、さらに同じ、楽清府にちなみ、忍広四の字を名乗る。天津のミッションスクールで、西洋風の教育を受けて育つ。遠陽が十七歳の時、富義の精細、皇后として迎えられた。同時期に、室。 として、ブンヌ類も、フ義の妻となる。当時、フ義は、資金場で、西洋風の教育を受けており、スコットランド人家庭教師、レジナルド・ジョンストンにより、ヘンリーの英語名を持った。遠洋にも、中国生まれの米国人が家庭教師となり、エリザベスの英語名を与えられた。遠洋はフギブ義、ヌ類と多くの観覧や従者と共に、資金場内で平穏な生活を送る。 もっとも、不義との面会には、互いの従者を通じた相手方の承諾が必要である。上、幼少時より、大臣皇帝の座にあり、妻も私も、君主の同姓、不義、我が藩生とみなしていた不義は、遠洋に夫婦としての愛情をもって接することも、同金することもほとんどなく、また広い場内で、祝秘である、分類と顔を合わせることもほとんどなかった。1924年、 北京政府により進出優待条件が破棄されると、資金上を追放され、各国からの保護も拒否される。日本のみが、不義路の支援を表明し、天津の日本疎開の長遠へ、1929年には、さらに西園へ移住する。中国国内における内戦、国境内戦の影響は、天津には大きく及ばず、また資金所を離れたことで飲酒にらわれることなく、 日本の関与が深まり外出に監視がつくようになるまで、夫妻は現代風で自由な生活を送った。しかし分類が長園を脱出し離婚したのを機に、不義と園容の夫婦仲は悪化してゆく。不義は分類に対する愛情はなかったが、園容が分類を追い出し、離婚により皇帝としての対面を貶められたと考えたためで、ある。さらに不義が、 炎陽自身の望みでもあり、資金上居住時期から何度か試みていた、海外脱出を諦め腹壁に就寝するようになり、鬱屈した気分を晴らそうとした炎陽はアヘンに手を出し、やがて中毒症状を示すようになっていく。1931年暮れ、満州事変勃発後、富儀が日本陸軍から大新帝国の復興である、新国家。 満州国の皇帝となるよう要請を受け受諾し、天津を脱出して満州へ移住。西園から溥儀が去ったことを知った園養は、溥儀から満州に来るよう求められたが、皇后の身分にも皇帝の元へも戻る意思がないと断ったが、関東軍の命を受けた金壁輝子と川島義子に皇帝が村地で亡くなったため葬儀に出席してもらいたいと欺かれ、満州に連れ出された。 不義が2年間の失勢を経て1934年3月1日に皇帝に即位すると遠洋もまた皇后となるが皇后にふさわしくないとみなす関東軍の意向により公式の場に姿を見せることはほとんどなく告げ天礼の儀式にも即位式に参列することも叶なわなかった6月7日訪問していた秩父宮洋人志新郎による 勲章伝達式に際しても、関東軍は遠洋を越見させたくなかったが、伝達式には、皇帝、皇后ともに出席すべしとの日本政府の主張により、例外的にこう受け入れた。遠洋は、勲等奉還章受賞の儀式でもその後の縁でも、さらに十二日に行われた、満州国皇帝による荘園の席でも、噂されていたような中毒症状を見せることもなく、 健康そのものの様子で儀式に望み縁の女主人役を務めた。しかし自由のない閉塞的な暮らしと工房としての振る舞いも許されない状況の下でアヘンへの依存は高まり、1935年頃には新しい医療を購入することもなくなった。不義の弟、不欠の妻であった佐賀博士は、1937年秋頃の様子として、 アヘン中毒の影響から、遠洋の食事の様子に異常な兆候があったと自伝に記している。満州国時代末期に遠洋の姿を見た者によると、彼女はボロ同然の擦り切れた服をまとい、髪は乱れたまま、化粧はボロカガを洗うこともなくなり、不健康な生活のため視力をほとんど失い、自力で立ち上がることすらできなかったという。ついには、 精神作乱をきたしていたというが、不義は手を差し伸べることもなく、むしろ離婚と遠洋の廃避を考えていたと言われる。日本の敗戦後、不義が日本への亡命を企て逃亡した後、義前の広白わずかな親族や従者と共に、取り残された。ソ連モンゴル連合軍と共に、満州にやってきた八素地軍に逮捕され、各地を転々とし、通過では、通過事件に巻き込まれる。 広氏は次元の中で、キツリンの留置場での様子を次のように記している。このような状態の縁用を見るため、ケイリや八素地軍幹部らが監獄に集まり、広氏は道書の中で動物園のようで、やりきれない思いだったと述解している。さらに、キツリン吉では、広氏が久々に見えた縁用の様子を次のように記している。その後、親族や従者と引き離され、 釈放の許可が出たものの引き取り手がなかったため軍の移動に伴い留置所や刑務所を転々とする。鉛筆の監獄内でアヘン中毒の禁断症状と栄養失調が進み、どうせ死ぬのだから特痛を和らげるアヘンはもちろん水すらも与えられることもないまま、やがて世話に訪れた広志のことも誰ともわからぬ錯乱した状態となり、孤独のうちに死亡したと言われる。死地については、 炎喫から、さらに移送されたと門とする説、佐賀広トンカ、中央社報による、新聞記事とする説もある。炎用死去の知らせを、不義は3年後に、交流先のソ連で受けた。その後、不義は自伝、割り的前半生、放題は、我が半生の中で、私が彼女について知っているのは、休毒、アヘンの習慣に染まったこと。 許し得ない行為があったことぐらいであるとだけ書いている。1995年、河北省駅険にある新町の歴代皇帝の領母、清清陵の近くの民間墓地、花、龍王園の経営者が墓地の知名度を上げるため、1962年に富儀と再婚しその死を見取った立宿圏に彼の墓を作る子を提案し、これに同意した宿圏によって富儀の遺骨は、 同墓地に移された。また、後にフニの墓のそばに園洋と丹マ都市の墓も作られたが、園洋の遺骨は見つかっていないため縁の品のみが収められている。2002年、愛心閣羅家により高楽便皇后の称号が送られた。弟の閣府、ラジュンキはフニの妹へ、三角閣と結婚している。園洋は満州国皇后時代に娘を出産した。は、 不義の子であると主張したが、不義はこれを認めず不義であると責め相手を問いただしたが、遠洋は、目標を貫き、不義を疑われた二人の元自重は放逐された。上記の自伝にある、許し得ない行為とは、このことを指していると考えられている。しかし、生まれた娘はすぐに、彼女の前から消えた。遠洋本人には、親族の手で育てられると伝えられたが、実際は、 不義の命を受けた従者がその子を生まれてから一時間足らずのうちにボイラーに放り込んで殺害していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。